ちょっといいですか、3号でバタバタしてるところで大変申し訳ないんですけれども、2号の準備をしないといけなくて、水の手配と、あと車っていうかポンプ車してください。それで、分担して進めしないんだよね。また排水か、排水か、これをどっち使うか、海水使うのか淡水使うのかで全然対応が変わっちゃうんですよ。変わると思うので、海水を使わざるを得ないようなことなんであれば、ここでそうやってちゃんとアナウンスしてほしいし、水という観点ではもう海水にした方が、今調べてもらってますけど、今のフィットが、いや海水は基本的に使わない、だから今一生懸命真水を集めてるんで、だから今ほら消防庁とか仙台消防署とかね来てくれるって話がいっぱいあるんですけど、今情報あるのは千葉支店の1台しか今向かってないんですよ、実態は消防車が、ということで、もう1台まもなく、だからさ、それはね保有してるね、それこそあそこのさ義訓の水だとかさ中でいろいろやって、多分こんだけ行ってるから今日明日ぐらいにはダーッと来ると思うから、基本的には水で行くと、よっぽどの水が足りないときはもう海水やむを得なくってのあるけれども、基本的には水で行くと、まあ水でということでやりたいと思います。わかりました、はい、それでちょっとよろしいですか、2号の、パラメーターが少しずつ普及されてきて見えるような状況になってきたんですよ。それで露圧水位はまだ1個しか見れていなくて、L ノーマルオーダーレベルぐらいまであるように見えるんですけど、露圧がぐっと下がり加減で来てますので、はい、来てるのと、 RCIC がちょっと長い間回りすぎてるのとで、今日の3号のトランジェントみたいな状況に陥る可能性があるので、はい、だから早めに次の給水手段をちゃんと紙に書いて、でどこまで行ってるか、いつ復旧目とか、誰が何やってるか、ね、でどこが課題なのかというのをちゃんと書いて、一つずつ課題を解決してみんなで共有していきながらやりましょう。わかりました、わかりました。それで、水の話をしました、ね、真水で行くんだったら、多分いろいろ手配しないといけないと思うんで、お願いします。